人が並んでるな。何か面白いことやってんのかな。日頃のご愛顧誠にありがとうございます。山下清画伯サイン式即売会を行っております。こら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 、割り込みはいかんとよ、うん、牛とんの方並んで、牛とんの方へ。牛と豚が相撲取ってんのか。違うんだよ、後ろに並んでくださいと。後ろね、はい、お願いします。これ並んでるとアンパンでもくれるのかな。あんたは知らんじ並んじゅうやと。あの小さいおじさんがね、後ろ並びなさいって言ったんだけど。サイン会やいげな、山下清が履くの。山下清、できたんだな。我ながら、なかなかうまい出来だな。どうだか、よくできた。いやー、まあこの顔の輪郭といい、お目目の大きさといい、先生、まあ、素晴らしい芸術作品でございますね。奥さん、これ松代までの家宝になりますね。ほら、ありがとうございます。500円いただきます。はい、どうもありがとう。握手してもらってもいいでしょうか。先生、握手してありますけど、どうしますか。左手300、右手500円。なるほど、右手500円、左手300円。500円。500円、先生、右手の握手でございます。右手だな。そういうシステムでございます。山下清志。はい、どうも。ありがとうございます。どうもありがとうございました。はいはい、はい、次の方どうぞ。はいはい。どっかで聞いた名前だと思ったら僕の名前と一緒だな。はい、そこに座ってください。はい、僕は見てるだけでいいんだけど。いや、あのね、先生お忙しいみやから、ブツブツ言わんと早よ座ってくな。あんた面白い顔しているな。そうかな。あんた、この土地のものかな。土地って、あの、僕あっちなんだけど。いや、あっちこっちじゃなくてな、あの、地元の人かな。地元な。僕あの、東京なんだけど。東京から来たのかな。はい、僕も東京から来たんだな。あ、そっか。飛行機で来たんだな。僕は飛行機嫌いな。どうしてだ。飛行機はあの、戦争の道具になるからな。爆弾落としたり、じゃあ東京から汽車で来たのか。歩いて来たの。なあ、ほななあ、そんな東京から九州まで歩いて来れるわけないからな。あれアホ、お前はペラペラペラよしゃべれってのも慣れるやろ、しゃべり方が。僕はあのどこへでも歩いているんだな。お金がないので切符が買えません。あんた、金持ってんのかいな。今日はあります。あんた、じゃあ書こうかな。あの農家へ泊めてもらったんだね。農家のおばさん、いい人で、パンでも買いなさいと金くれたと。それそんだけしか持ってへんのかい、そんだけしか。はい、やれんがな、こんなもん。あんた、話ならんねん、おっさん。もうええわ、あっち行って、あっち行って。はい、ここへ座りなさいってあんたが座りなさい、あれへんがな、こんなもん。こんだけ並んどんねや。
はい、あっちだ、あっちだ、あっちだ、さっさと。邪魔や、邪魔や。はい、し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 。おばさんにもっとお金もらってくるかな。何も、稼いこれ、やったらほんまに。あ、何何や。次のお客さんが女の人だから、髪の毛こうやって伸ばせば、それでいいんだな。お互いに悪いよのう。閉めてなんぼや。72,000円や。久しぶりのボロ儲けやで。ああ、山下清様様やな。お前な、久しぶりに豪遊できるな。キャバレーの女給総上げしたのかい。あ、もしもし。はい、そうです。ええ、私が山下清先生のマネージャーの木崎と申しますが。ええ、あ、そうですか。あ、なるほどなるほど。はい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 、わかりました。明日改めて。はいはいはい、どうも失礼します。はい、どうも。おい、もっとごっついボロ儲けできそうやで。あんた、またずる休みすつもりね。ほっといてよ。何をしようと私の勝手でしょ。あんたってこれ内語でそげん学校がすかんとね。あげな授業、頭が痛くなる。落第してもよかの。お友達に笑われるわよ。友達なんかおらんもん。前にはいっぱいいたじゃない。あんたが勝手なことばっかしちょっから、みんな離れていくんでしょ。ねえ、あき、ママはあんたが憎くて言ってんじゃないのよ。あんたが可愛いからこそ。分かった分かったよ。学校に行けばよかったでしょ。行けば。腹減ったな。ああ、兄さんだ。な、舌挟まれちゃいけないな。泡食ってるね。やめた、かわいそうだ。なんで気持ち悪か。焼きそばパンだよ。見てわからない。焼きそばパンというのは、あの、焼きそばとパンとがこう一緒になってんだね。おいしそうだな。あげようか。はは、はい。ほら。いけないね。食べ物を粗末にするとバチが当たるんだ。説教したればやらんよ。いただきます。わあ、これはあの、さつま揚げだね。こっちじゃつけ揚げって言うんだよ。つけ揚げっていうのか。うん、こんな美味しいもの、どうしてお嬢ちゃん食べないのかな。もう食べ飽きて、見たくもない。お嬢ちゃんは、あの、学校行かなくていいのかな。あげなとこ、ちゃんちゃらおかしくて行ってられないよ。学校嫌いなのかな。僕も学校嫌いだってね。学園逃げ出して、いつも怒られたね。
どこ行くのかな。あんたに関係なかでしょ。すごい奴だな。 ごちそうさま。おげなもん返さなくたっていいのに。でも弁当箱がなくなったらお母さんが悲しむんじゃないか。何にももうやしないよ。自分で作ったわけじゃないんだから。お嬢ちゃんは絵が好きなのかな。見てもいいかな。うわぁ、すごいな。この絵は僕には描けないね。でも この絵は怒ってるようだな。じっと見てると悲しくなるね。わあ、これもすごいな。本当にお嬢ちゃんって絵が上手だね。いいのこて、私絵を褒めてもらったの初めてだ。アキ、パパ探したな。アキ、学校行ったら授業中に飛び出したって言われてな。あ、パパと一緒行くん。やだ。なんかこいつは、これな変なやつとおったら何されるかわからん。こっち来や。ひどいこと言うな。僕は何にも悪いことしてないけどな。アキ、パパはお前を喜ばせようと思って迎えに来たんだ。今な、山下清志川君が会社に来てるんだ。え、山下清志が、うん、会いたいだろ。さあさあさあ、行こう。あの、その、僕は、あ、これ、我が社自慢の最新オートメーション設備や、これは天下随一の味噌生産量を誇ってるんです。よかですか。天下随一ということはすなわち日本で一番ということなんですよ。なるほどね。大したもんでございますね。いや、わざわざお越しいただいたのは他でもありません。実はこれから事業を拡大して東京にも進出したいと考えております。そこでイメージアップのために有名な山下先生に包装紙のデザインをお願いしたいと、まあかように考えたわけでございます。包装紙のデザインですか。はい。そういう仕事は初めてですよって。見当がつきまへんな。いや、もうどげなんもんでも構いません。先生がお好きなようにデザインなさってくださって結構です。まあ、あの、指を向いてどうする。社長、お答えして。あ、あ、はい。あ、はは。時間がかかるかもしれないな。あの、先生もこうおっしゃってますし、しばらくご当地に滞在させていただきまして、じっくり時間かけてプランを練るっていうのはいかがなもんでございましょうかね。いや、もちろん結構です。お好きなだけご滞在ください。そうですか。はい。それで、あの、宿の方はどうなりますやろかね。っていうのは、あの、うちの先生は一流ホテルやないと、仕事ができしまへんねや。そうですか。じゃあ早速ご用意いたします。あ、そうですか。おい、一番よか次をリザーブして。はい、かしこまりました。すまへんな。私の車をご自由にお使いください。それと運転手もお付けしますか。
ただいま車を回します。ちょっと待ってください。いや、ごっつい話やの。お前の当分贅沢三昧できるの。デザイン料たんまり取っとけよ。お飽きた頃に適当にデザインでっち上げてな。お足巻き上げてどんずらよ。偽物商売やめられまへんな。お前物盗むのやめや。お待たせしました。どうぞ。どうぞ。よろしくお願いします。なんかおかしいよ。山下清はあんな人じゃないと思うけど。なんバカなこと。正真正銘の山下清画伯だよ。まあとにかく先生は当分鹿児島におられんだ。お前も串木のなんかに戻らず先生に絵を教わったらいいがね。お前は本気で絵描きになりたいと思ったんだろ。それはそうだけど。ママは反対してるらしいが、パパはお前が好きな道に進むのが一番良かと思うちゃう。お前を心から愛してる証拠だよ。中学から電話がありまして、アキちゃんがまた学校抜け出したっち。え？この名前の人知ってたら教えてください。矢島アキ。あ、アキちゃんのうちならここやら。ここか。ありがとう。乃木串じゃないのか。串木の本家つけあげど。あんたはあっち、私はこっちを探すわ。この子のお家は ここですか。これは秋のスケッチブックじゃなかね。お花、恋は土下座したと。秋が男の人に。おかみさん、もしかすると誘拐されたとじゃ。清さんと言ったわね。どげな男だったの。こんな大きな車に乗ったね。それで秋ちゃんが何とか言ったな。ババじゃないな。パパって言ってたな。何ですって。もしもし、大山を出してちょうだい。はよ。いや、あいにくですが、社長はただいまお嬢様と一緒にお食事に出かけてらっしゃいますが。それじゃあ帰り次第すぐに秋を返すようにと伝えてちょうだい。じゃっと矢島様から電話があったら、お嬢様は当分こちらにいらっしゃるからとお伝えするように申し付かっていますが。そげな勝手な。もうよか。あんたじゃ話にならん。今から鹿児島に行ってくって。そりゃ行けません。夕方から組合の大事な集まりが。そげなものあんたが代わりに出ればよかでしょう。秋の親は私一人なのよ。じゃあおかみさんは組合長なんですから、おいそれと会話聞きもん。分かったわ。仕方ない。鹿児島行きは明日にしましょう。知らせてくれたお礼はしなきゃならないわね。なんか欲しいものある？僕はあきちゃんの弁当に入ってたこの同じさつま揚げが食べたいな。つけ揚げが？それだけでよかったや。つけ揚げ量だけどね、このおむすびも欲しいな。お塩いっぱい振りかけて。おかしか人ね。よかよ、好きなだけ食べさせてあげるが。そうか、もう待ちきれないんで。あちつけ揚げは出来たての熱々のトマトがいっぱい美味しいのよ。そうか、じゃあいただきます。あちか、熱いけど美味しいな。じゃあでしょ。うちは創業100年、一枚一枚手作りの伝統を守ってきた付け揚げの本家ですもの。どうしてこんな美味しいものをあきちゃんは捨てるのかな。私は用があるので、これで
ゆっくりしていってね。うん、はい。はい。おにぎり。ありがとう。一つだけ教えてください。うん、こんな美味しいさつま揚げやお弁当どうしてあきちゃんは捨てるのかな。ああ、そりゃまあ両親に対する抵抗だろうね。うん、両親というのはここのおかみさんとそれから車に乗ってたパパさんのことか。そう。大山さんって人はもともとはここの従業員でね、先代に見込まれて婿養子に入ったんだ。ところがだ、この串木の付け上げ堂に近代経営を導入してね、強引に機械化を進めようとした。ちょっと難しいんで僕にはよく分かんないね。結局先代の伝えた伝統を守ろうとしたおかみさんと意見が対立して、あっという間に離婚、鹿児島市内に大きな工場を作ったというわけだ。それでアキちゃんはお父さんと別々に暮らしてるんだね。たった一人の娘だろ。別れる時にお嬢さんの取り合いになってね、しまいには訴訟まで起こして、町中の噂になしもせえねん。お嬢さんどこ行っても好奇の目で見られて、それで学校へ行っとが嫌になったとじゃなかとかい。かわいそうだね。だからアキちゃんの絵は悲しそうなんだね。どうもお世話になりました。あ、これおにぎりとつきあげだよ。いどきに食べずにお腹が空いたら一つずつ食べなさい。一つずつね。一つずつ。はい。いただきます。はい、ありがとう。いどきに食べずに一つずつ。まだいっぱいあるな。えらく早く出てきたのね。うん、僕はいつも お天道様と一緒に起きるんだ。どこへ行くの？僕は桜島に行くんだな。でも前に一度行ったことがあるんだけど、また見たくなったんで行くんだ。だったら送ってあげるわ。どうせ鹿児島に行くんだから。僕は歩いて行った方がいいんだね。でないと帰るときどこ通ったか分かんなくなるんで。ぐずぐず言ってないで早くお乗りなさい。あんまり近づくと面白くないのでね、僕は少しずつ近づいていろんなものを見ていきたいんだ。どうもありがとうございました。桜島だ、桜島だ。どうしようと追い抜かってた。何言うちゃんの。裁判で養育権を認められたのは私なのよ。高い金出して弁護士雇ったからだろう。あの子の気持ちも考えずに。アキの気持ちを考えてないのはどっちよ。誘拐みたいな真似をして。言っておくがな、あの子は自分からここへ来たんだ。当分こっちにいたいそうだよ。なんか卑怯な手を使ったわね。おいはな、お前と違うて
いい学校に入れることだけが教育だとは考えていない。秋を愛すればこそあの子の好きなようにさせてやりたいんだ。何を偉そうに。あなたは私からあの子を奪えばそれでよかのよ。うちの商標と突き上げの製法を盗んだのと同じように。盗んだ？人聞きの悪い。おいはな、お前のうちのために20年間十分働いたんだ。こんぐらいは当然だ。よかよ。こうなったら誘拐罪で訴えてやる。おお、やれるもんならやってみろ。また世間の笑いもんになるだけだぞ。この絵は僕が描いた桜島の絵と違ってるな。どげんちごちょっとですか。ちょっと奥さん。はい。いや、こっちにね、手本がおまんやわ。これ。どうですかね。こっち側がね、200円でね。このサイン入りがこれ500円ですわ。よろしやろ。どっちしますかね。じゃあサイン入りの。サイン入りの方ね。はい、500円ですわ。あ、どこで何書いてんのか。あのな、この桜島なんか見んとな、これ見て書きな。そうそう、これ見て写したらええにゃ。分かったか。だからこれを、いや、どこ見てんのお前。こっちを向いて、いや、これを見て書けよ。分かったか。やだやだ。あれやろお前、これ見て書いたらええやないかい。これ見て、あのな、こっちを向いて、分かった。お前こっち向けてられる。お前はこれを向いて、こっちを向けて、こっちを向けて、これを向いて、ぐっと、そう、ぐっと頭を持って、待て、首ポッキー言うたやなか、お前、アホ。これやらすんだよ、バカだろや。お前、こっち向け言うたわ、かったい頑固なやっちゃな、こいつは。お前、こら、痛い。お前、あの時の。嫌がってるのに、無理に書かせちゃいけないね。絵というのは自分が描きたい時に好きなように描くのがいいんだね。何生意気なこと言うとんねん。絵のこともろくすっぽわからんくせに。この絵はどっかで見たことがあるな。この絵は僕が描いた貼り絵を写したもんなんだな。僕が描いた貼り絵もこれと同じようだったな。本当にあんたが書いたのか。こら誰に向かって物を言うとんのお前。この方はな、山下清っちゅう有名な絵描きの先生なんやぞ。あ、はい、それは前にも聞いたんで、僕はよく覚えています。あんたも山下清っていう名前なの。はい。ほら、これまた奇遇やね。これまた奇遇やねっていうのは どういうことです。先生やからやな、その奇遇っていうのはやな、奇と偶か。奇と偶で、違うんや。どない、おい、奇遇ってなんや。奇遇、これはまたもわからないな。これはまたっていうのは、これはまたやないか。奇遇やね、奇遇だな。奇の偶と書くとデクっていうかな。デクな。デクの棒のデク。うん、なるほどな。頭いいな。誰に何ごちゃごちゃ言うのバカだれ。結局はどういうことなの。僕は山下清なんで、難しいことはわからないんだな。そうか、自分でもわかんないことは言わない方がいいんじゃないかな。いやまましょ。なんかお前と喋っとったら頭痛いなってくるんや、ほんまに。もういいからお前、向こう行け。向こう行け、お前は。名前も同じで、絵も同じっていうのは、やっぱりこれ奇遇っていうのかな。違うっちゅうの、ほんまに。からお前、向こう行けならさ。あいつ、ひょっとしたら本物ちゃうけ。あきちゃん。あれ、どうしてこんなところに。うん、僕もね、桜島を見ようと思って来たんだ。あきちゃんは。パパに言われてきたんだ、写生会で絵を習ってこいって。だったらどうして向こう行かないんだ。あっちには先生がいるんだけどな。
冗談じゃないよ、あんな偽物。偽物じゃんよ、あいつは山下清の偽物なんだ。みんな騙されてるけど、私にはわかるんだ。そっか、偽物か。僕の偽物だったんだね。どうもおかしいと思ったんだ。え？いや、なんでもないんだ。そうだ、僕も久しぶりに絵を描こうかな。もっと海の方に行ってみようか。桜島がよく見えるよ。うん、じゃあそうしようか。ちゃんは桜島が好きなんだな。うん、大好きだよ。おじさんは？僕も好きだな。桜島は大きいし立派だしな。でも嫌いな時もあるな。好きなのにどうして嫌いなの？うん、僕は桜島が爆発している写真を見たことがあるんだな。とっても恐ろしいんだ。煙がもく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 出て、あのまるで爆弾が落ちた時みたいだね。そっか、おじさんは戦争が嫌いなんだ。うん、僕は戦争は嫌いだ。戦争があるとたくさん人が死ぬからな。だから僕は世界中の人があの平和に暮らせるようになるのが一番いいと思うな。おじさんって優しい人なんだね。おじさんは？え？山下清、本当の山下清さんでしょ？いえ。そうなんでしょ？そうです。僕は山下清です。やっぱり、あんな金の亡者、山下清のはずがないもん。そうだ、一緒に警察に行って訴えてやろうよ。それはできないんだな。そんなことしたら僕は東京に連れ戻されるんだな。東京に？はい、僕を心配している人が たくさんいてね。でも僕は一人で旅をずっと続けたいので、アキちゃんも誰にも言わないでほしいんだ。そうだったの。分かった、誰にも言わんから。ありがとう。アキちゃんのその絵一枚くれないかな。私の絵を？うん、その代わり僕の絵アキちゃんにあげる。はあ、嬉しい。それじゃあ私も。はい。キヨシさん、これからどうするの？うん、僕はもう少し桜島を見たいんだな。いろんな顔の桜島があるからな。よかね。私もそんな風に自由に暮らしてみたいな。おい、ちょっと待った。おい、待て、待った。おい、痛い。何すんだ。痛い。お巡りさん、この人が何かしたんですか？いや、110番通報があったと。ランニングに半ズボンの男が財布を盗むのを見たち。そんな、この人は泥棒するような人じゃないが。そうだ、あの人のものを取るのは良くないことだからな。そんなら小屋どげんしたとか。僕はそんな財布見たことないな。リュックのどこに入ってたのかな。とにかく警察に来てもらおう。いやだ、僕は警察は嫌いなんで。いやだ、行きたくないんで。さあ早く来い。話してください。痛い。おい、救出の後に逃げよう。はい、早く。ほら待て。じゃあ、もうダメだ。僕は息が切れて走れません。じゃあここに隠れてて、おまわりさんは私が引き受けるから。そんなことしたらアキちゃんが。大丈夫、私は未成年だから、もし捕まってもすぐに返してもらえるから。はい。
キビナゴ でこれが地鶏の刺身でか。はい、はあ、ね、僕はあの豚の角煮の方が好きだな。まあ、そうですか、うん、あどうぞ。もう悪いな。ほいでデザインの方はいつ頃にいつと言われましてもね、いやそんな急に、まああの先生、先生どないなもんでしたのね先生、先生、あんた、先生、はい、あ、僕はだな、あの、気が向かないと描かないんだな。あの、芸術家というのはそういうもんなんだな。あ、もちろんそうでしょうと思う。山下教師だからな。あ、とにかく、よろしくお願いします。うまいな。あの今思いついたんだけど、お宅のあの突き上げの形ね、あれはあの丸の中に十っていうのはどうかな。丸に十の字ですか。うん、山下清が考えたんだ。そらよろしいわ。それにしなはれ。それにそれやったら鹿児島の名産ですぐ分かりますさかいね。うん、そうしなはれってね。はあ、あのせっかくですが、その形はもう使われております。あ、ほうでっか。あ、そらあげまへんな。あ、ほんならあの丸にペケチュのどうでっかね。食べるときはもう十もペケもみんな一緒でんがな。公務執行妨害で窃盗の容疑者を逃がしたんですよ。窃盗の容疑者と言いますと？お嬢さんが口を閉ざしてるんで素性はわからんば。坊主頭の変な男やったげな。あっ、あの男だ。清さんだわ。出張やですか？いやいや、一度会っただけでどうも怪しい男だなと思ってたんです。なんだ、お前の出張とか。一晩止めてあげたけど泥棒だったなんて。あき、あんたは何ちゅうことを。泥棒に手貸した何ちゅうこか。あの人は泥棒なんかじゃないよ。なんかの間違いに決まってる。まだそげなんこそ。お前の責任だ。いいえ、あなたの責任です。お前の責任だ。あんたが悪いんだよ。お前だ。あんた、お前、あんた。まあまあ、そげなお話は後でごゆっくり。とにかく今日のところはお嬢さんを連れてお帰りください。さあ、パパの方乗んなさい。ダメよ、私と一緒に帰りましょう。何言ってパパの方乗んなさい。出てよ、私の体は一つしかないんだよ。ほら、こっち乗んなさい。やめてください。お願いします、やめてください。清さん、どうしてここに。僕はね、アキちゃんが心配なのでね、来てしまったんだ。どうか、アキちゃんをいじめないでください。いじめてるわけじゃありませんよ。私はこの子のためを思って、うちに連れて帰ろうとしてるんですよ。おいだって、アキが可愛いから一緒にいたいんだ。二人とも、アキちゃんが可愛いのに、どうして三人で一緒に暮らさないのかな。それができれば苦労はない。そうよ、私たちは離婚してるんですからね。それじゃあ離婚っていうのやめればいいんじゃないのかな。そうすれば、アキちゃんだってお父さんもお母さんも好きになると思うんだけど、な。僕ちょっとね、都合があるので これで失礼いたします。おい、おい、これちょっと待て。お前も飲むか。ええ、いただくわ。こうやって飲むのは久しぶりだな。
そうね、昔はよく飲んだけど。それがいつの間にか顔を合わせれば張り合うようになって、私たちお互いに相手を傷つけるために秋を利用していたみたい。あの人、清さんの言葉じゃないけど、秋のためにはまた一緒に暮らす方がいいのかも。おお、おいにはできるが、お前には無理じゃなかね。何を言うちゃんのよ。あんたこそ無理じゃない。ないが。まあ断っとくけど、おいは絵描きになりたいっていう秋の意思を尊重すると。本人が望むならそれでもいいわ。でもそれにはまずいい高校に入って美大を受けなければね。ああ、それも仕方なかろう。ん？こや。山下清の絵じゃないの？間違いなか。こいは大変なね、うちもんじゃ。アキ、今夜は土下したとか。お前に公園を買う金があるはずがない。お前まさか勝手に持ってきたとじゃ。あなた、ないごてそげなこと。あき、ここにお座りなさい。あら、まだ濡れてるわ。ちゃんと拭いておかないと風邪をひくわよ。この絵、清さんにもらったんだ。ん？清さんって、あの清さん？うん、私が描いた絵と交換して、清さんも桜島が大好きなんだって。そいじゃ、もしかしてあん人が？そう、本物の山下清画伯。パパが連れてきたのは偽物だよ。なんち、まだ帰ってこない。はい、郵便のお帰りは12時過ぎでございました。その後当ホテルのバーでナポレオン1本ずつ。なんち奴らだ、あん偽物の詐欺師め。偽物ですって？ああ、あいつら山下清画伯の名前を語ってたな。警察に訴えてる。もうあかん、とんずらせな。荷物が部屋に置いてあるんだな。やかましい、取りに行く。モノマネしてる場合ちゃうねん。来い、来い、来い。いや、出るとこ。待て、待て、待て。清さん、お元気ですか？この手紙、いつ清さんに読んでもらえるか分かりませんが、とっても嬉しいことがあったのでお知らせします。今日パパとママの会社が合併して一つの会社になることが決まりました。この分だとパパとママが一緒に暮らすようになるのもそう遠くないかもしれません。とれと、もう一つ、新しい会社の包装紙のデザインには私が解体が使われることになりました。これからも一生懸命勉強して、清さんのようにあったかい絵の描ける画家になりたいと思います。清さん、いつかまた鹿児島に来てください。再びお会いできる日を楽しみにしています。僕は山下清です。よくかもいつかも、ああ荷物食べて、はい、もうお腹が減って、お腹が減って死にそうなんです。おにぎりを一つ分けてもらえませんか？うわー！